闇のドドーーールハウスシーズン4エピソード3ぐらいです。何を言ってるか聞いておりましょ black and white うん、ここまでね。ともう一回いきましょうか。 How do I look? You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen. Yeah! The tail really brings it all together. Thanks, Mercat. Here you go! How do I look? You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen. Yeah! The tail、really、brings it all together. Thanks, Mercat. really all brings で、えー、ではすね、最初の部分ですね、ここをちょっと見ていきましょう。えっと、出しましたもん、答えね。Here you go! How do I look?Here you go! How do I look? まあ、聞き取れた人も多いと思うんですが。Here you go! How do I look? まあ、ヒア融合っていうのは、どうぞみたいな感じですかね。こう、魔法をかけて、ストーリー的にはこれが正解なんですよ。ギャビーちゃん的にはこれが正解なんで、こういう風うになったので、いいことをしたよってことで、ヒア融合、どうぞみたいな感じですかね、うん。これですよ、みたいな。まさしくこれですよ、みたいな感じですね。ヒア融合。で、音はですね。How do I look? うん。How do I look? は、私、どう見,見えるってことですね。どう、どう、どうってことですね。 ここね。最初の二つね。Here you go!How do I look? うん。で、まあ、Here you go は、Here you go. で、まあ、全部繋がってますね。Here you go ね。で、How do I look は、How do I look じゃなくて、はるって感じね。How do I look?How do I look って感じね。ちょっとゆっくりで聞きましょう。Here you go!How e e r y u go.、うん、o h do I look? うん。はるって言うでしょ。 ルーですが、るーって音になってます。で、はウーのうーもほとんど言ってないし、こういう時のう、はうのうはほとんどないと思った方がいいですね。はるーっていう感じで、はの次の音はるーです。はるーです。で、次がアイ。で、アイもアイとしっかり言わず、アーがメインの音で、なんとなくイーを言ってる、ね。ハルワイルークって感じ。だから、トトントントンっていう4つの音で、はルわイルークって言ってます。はい、ちょっと確認してくださいね。はルわイルーク うん。Hall I look? でしょ h o w do I look? ね。h w do I look? です。はい、だから、音として発音難しくないと思います。How do I look? うん。Hall I look? だから、How do I look? じゃなくて、h o w do I look?K はなんとなく形だけ作って、えー、K を言ってもいいし、言わなくてもいいし、えー、こ,この人は、えー、言ってるかな ?K の音。h o w do I look? 軽く出てますね。h o w do I look?K ってね。Hall I look? だから、 How I look って感じ。だから、How はもうはです。ほとんど。日常会話でははと思ってください。はるあい o く。で、how do はもうるです、まあ。もちろん、how do って言っていいんですけどね。彼らが言ってる音ははるです。はるね。how do は。で、how do I ははるあい。はるあい。で、I というよりはあっぽい感じの人もいます。はるはって感じね。はるはってきて次動詞って感じ。ルックだったらはる look How do I look?、ね、だから、How do I look? みたいな。How, I? な How do I look? How もう、その感覚で。それで慣れて言っていきましょう。そしたら、言いやすくなるし、聞き取りやすくなるんですね。だから、How do I look? How do I look? I って感じ。Here you go から聞きましょうか。ノーマルスピードで。で、言ってみてください。OK ですね。 で、次行きましょうか。だから、えー、ここの二つはめくれましてですね。ね次は、最初、もう最初から出してますね。ちょっと聞いてくださいね。How do I look?You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen.Yeah!、うん、この3行目、4行目いきますね。You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen.You are だから。You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen. You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen. はい。で、何を言ってるかというと、you are the swimming e s t ってこれ、あんま気になりなりですが、えー、まあ一番泳ぎが上手いってことですね。swimming e s t ってこういう感じ。で、何々、何、キティ。キティっていうのは子猫ですよね。だから、一番泳ぎの上手い、えー、子猫だちゃんだと言いたいんですが、補足の情報があるんですよね。 それは何ですかっていうところです、ね。You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen! うん。この情報、この情報ね。だから、ここはキティを形容し、形容してる何かですよね。で、ここに補足情報って感じですよね。だからこういう、英語ってそういう順序なので、あなたはスイミングエストなんちゃらキティだと。ね。泳ぎの上手い、えー、なんとかな子猫ちゃんです。なんとかなんとかっていうこの、ここが最後の補足情報ですよね。 You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen. うん。これも答え出しますね。と答えはこれですね。You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen.You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen.You、うん、are the swimmingest black and white striped kitty,、うん、stri kitty I have ever seen. ね。白、黒白のストライプのキティ、猫ちゃんですよと。私が今まで見た中でっていう、この I have ever seen が え、補足情報ですね。私が見た中で一番泳げる白黒のストライプを着た子猫ちゃんですよっていう文章ですね。で、音はですね。スイムもスウィームじゃなくてスイミングですから、スイミングね。SW はシーンですから、スウィームじゃなくてスイム。スイミンですかね。スイミング。だからスイミングはスイミングで2個。ゲストは1個だから3つの音。スイミングゲスト。スイミングゲストです。 で、ブラックワイトストライプは全部一音節ですから、えー、ブラックワイトストライプですね。ポン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 なんですが、ブラックワイトって感じになって、ストライプですから、えー、ちょ、ちょ、聞いてくださいね。ブラックホワイトのところよく聞いてください。You are the swimmingest black& and white striped kitty I have ever seen.You are the swimmingest black& and white striped kitty I have ever seen. うん。ブラックワイトストライプキ d k ね。ポン,ポン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 って進むでしょ。ブラックワイトストライプキティって。 だから、ブラックホワイトストライプとキティみたいな、この感覚じゃないですよ。ブラックホワイトストライプで、全部一音節ですから、タン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 って、キティまで、ポン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 ってね、ブラックホワイトストライプキティ、1234キティなんですね。1234キティ、ブラックホワイトストライプキティです。ちょっとゆっくり聞きましょうか。ブラックホワイトストライプキティ、ブラックホワイトストライプキティ、ブラックホワイトストライプキティね。 はい、で、I have ever seen.I have ever seen は大丈夫ですね。I have ever seen.I have ever seen. ね。I have ever seen. これ50、50%速度です。じゃあ100%のやつで聞いてください。You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen.You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen. I have ever seen. うん。ちょっともう一回、元のやつで、ここで隠してるんで、ちょっと確認してくださいね。 じゃあ、えっと、取っていきましょうか。はい。で、最後。で、マーキャットというのは、この水色のこの <laughs> マーメイドキャットという意味でマーキャットなんですね。あの魚っぽいでしょ、このマーキャットね。 マーメイドキャットでマーキャットって言うんですよ。どうでもいいいいですか、そんなこと。でも、分かりやすいでしょ。マーキャットね。Thanks, マーキャット。だから、こう、最初から出してます。はい。で、この部分ですね。そこを聞き取りましょう。イェーからね。Yeah! The tail really brings it all together!Yeah! The tail really brings it all together! で、t o g e t h e は分かりやすいと思ったんで出してますね。はい、yeah! The tail really brings it all together! はい。じゃあ、えっ、ー、と、答え出します。Yeah! The tail really brings it all together. t a イル really brings it all together です。Yeah, the tail really brings it all together. Thanks, MerCat. はい。なので、えー、テール、まあテールはテル、このテイオとこうダークエル、テイル、テイル,ルではなくて、テイル、the tail で really で brings、brings はですね、brings って感じですね。 で、ブリンズの後に、it all だったので、ブリンゼローってなんですね。ブリンゼローって感じ。だから、このブリンゼローが聞き取りにくかったかなと思います。で、together. ちょ、っと聞いてくださいね。Yeah! The tale really brings it all together! うん。ブリンゼロー、together ね。ブリンゼローって感じね。ブリンゼロー。だから、ブリングスが、まず、これもブリングス。 で、G があんまり出なくて、ブリンズって感じ。b リンズで、この、ing の三単元 S とか、複数の図の音、Z 音がつく単語のあるあるはですね、G を言わないって言うことね。だから、N と S とか、N と Z が残りやすい。ブリング g だったら b リンズって感じ。その後の it が出たらブリンズってなる。で、it の後も all だから、フラップでつながってローってなるって感じですね。 だから、仕上がりの音声は結構シンプルなんで、ブリンゼローって感じになるんでね。ブリンゼローって。例えば、ノットアトールも、ナーラーローでしょ。ナーラーローでしょ。そんな感じで、最初はシンプルに言えるという感じで、前向きに捉えてですね。これでもう、ブリンゼローって言ってるんでね。うんリーリー、really, ブリンゼロ together って感じなので、最初はシンプルですから、そこら辺でですね、えー、ちょっと腑に落としてほしいと思います。 The tail really brings it all together! うん。ゆっくりで聞きましょう。Yeah! The tail really brings it all together! うん。b r i n s it all together. で、いいです。なんか、ややこしい音が入ってそうですが、今の感じでいいですね。b r i n s it all together で、全然大丈夫ですから、なんか、ややこしい音を出そうとしないようにしてください。b r i n s it all together です。で、OK です。で、Thanks, Mercat.Thanks, Mercat. Thanks も一音説ですからね。母音はあだけですから。Thanks ですかね ?Thanks って感じで言ってください。一応、ここを隠したままで聞いてみましょう。Yeah! The tail really brings it all together!Yeah! The tail really brings it all together!Thanks, Mercat! うん。で、意味はですね、<laughs> どこまで言ったかなえっと、<Here. S 1> これ、尻尾をつけたんですね。Here <you> go. で、これでいいわよって言って、Here you go How do, How do I look? どうってことですね。うん、これ、見てくださいね、この適当な日本語訳。とっても素敵な猫ちゃんようになってるんですね。もう、ブラックワイトとかは無視してますよね、日本語訳はね。英語を分かってるからこその情報だっていう感じですね。私はすごく嬉しいんですよね、こういうのね。で、I have ever seen は、今まで見た中で、これまででってことですよね。だから、英語分かってる方がなんか、深く理解できますよね。 で、えー、次。Yeah! Really、<laughs> で、これはですね、tale really brings all together は、やっぱり尻尾がないとねって訳すんですね。で、これはぴったりですね。brings it all together っていうのは、そういう感じですよね。こう、brings は、なんか持ってくるみたいな感覚ですけど、こういう、なんか、しっくりくるよね。これがないとダメだよね、みたいな感覚ですね。brings it all together っていうのは、感覚的に。 だから直訳をするとなんか変な感じになりますが、このフレーズの感じはそういう感じですね。やっぱしっぽないとね、みたいな。それを b r ンゼロト Roll Together っていう表現になるんですね、これ。だからいろんなタイプのフレーズですね。フレーズが状況で b r ンゼロト Roll Together みたいなこれ結構出てくるんだよね。これありきだよね、みたいなこの猫ちゃんになるんだったらしっぽないとねって、そういう感覚です。Breans r o Together っていうの。で、テイルを主語に捨てるってことですね。 メイクとはブリングっていうのは結構ネイティブ使ってくる単語じゃないですか動詞ででこれはなかなか直訳すると変になっちゃうんですがネイティブすごく使いまくってくるんでこういうフレーズをいっぱいですね紹介していきたいなと思ってますしで、えー、これで全部やったっけ ?Thanks, Mercat! あ,ありがとうはい以上になります Here you go!How do I look? You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen. Yeah, the tail really brings it all together. Thanks, Mercat. Here you go. How do I look? You are the swimmingest black and white striped kitty I have ever seen. Yeah, the tail really brings it all together. Thanks, Mercat.